ございます。今日は12月18日、年の暮れになってきてあまり寒くならない名古屋も、今日は0度ぐらいまで冷えてきてます。いつも撮ってるところはあれは廊下なので暖房がなくて、とても座っていられるような温度じゃないので、今日はちょっとこのストーブのあるところでお話しさせていただきます。またいつものあれです。はい、ホイールをまた組みます。今回は H プラス3という、おしゃれなリムを作ってるリムメーカーさんのザ・フィドラーというアルミの、ローハイトのリムで、ホイールを一つ組みたいと思います。で、相方になるハブはこれですね。いつも使ってるバイテックスのハブなんですが、今回はちょっとマイナーが違うものです。これですね、センターロック式のディスクブレーキ用のハブで組みます。あと今まであまり細かく紹介しなかったんですが、スポークとかニップルは最初の何本かはこのリムとハブを近所のショップに持っていて、スポークくださいと言ってお願いして、お店の人に計算して切ってもらいました。自分でも計算しているので長さは分かってるんですが、計算が間違っていると、組めないので、お店の人に検算の意味も兼ねて計算してもらって、そのスポーク帳で切ってもらってました。お店にはなんか、Excel シートみたいなのがあって、そこにこう採寸した寸法を入れるとスポークの長さが出るっていうのをお店の方が持ってて、それでちょうどいい長さのものを切ってもらってました。ただ、ホイール屋さんじゃないのでスポークを欲しい長さのスポークを在庫してなかったりすると、取り寄せに結構時間がかかったりすることもあったので、最近はこの前のフレームの紹介でも名前がちらっと出てきましたが、群馬県の滝沢というショップがあって、その滝沢さんだと1ミリ単位でスポークを切ってくれるか、もしくはメーカーで切ったやつを在庫しているので、それを指定して送ってもらってます。ホイール屋さんやプロショップだとスポークカッターという機械を持っているので、長めのスポークから、欲しい長さのスポークを切り出してネジを転造するっていう、そういう機械があるんですけど、僕らみたいな、素人で1日に何本も組むわけじゃない場合はスポークカッターは持ってないので、その場合は長さを指定してお店で切ってもらったり、もしくはメーカーが出してる長さのスポークがあるので、それを取り寄せてもらったりします。滝沢さんに頼むとこういうふうに梱包されて送られてきて、ちゃんとスポークの長さとかもメモを書いて、分かりやすいようにして送ってくれます。年間に数本組むぐらいだったらこうやって、滝沢さんのようなショップに頼んじゃうと便利だと思います。今回はちょっと初めてのディスクホイールになるので、ディスクブレーキホイールになるので、スポークは安牌で DT のパテットのやつ、コンペティションをドライブサイドとノンドライブサイドとフロントと全てに使います。偶然ですがフロントとリアで2種類の長さだけで組めるようなので、今回は2種類の長さ、これたった2ミリ違いなのですが、これを使おうと思います。で、 DT の場合はこう、DT の場合ってどこのスポークもそうなんですけど、
付属のニップルがついてきます。これは真鍮のニップルです。スポークについてくるニップルを使ってもちろんいいんですけど、同じ DT の真鍮のロングニップルというのを別で取り寄せしました。これを使って組みたいと思います。まずは重量を測りますか。リムとハブについてはもう重さは測ってあるので、まずはドライブサイドに使う DT コンペティション、14本ですね。 89.0 からブレーキ側に、ディスク側に使う14本、89.6 ぐらいで、今回2ミリしか違わなくて、パッと見に、長さを間違えそうなんで、ブレーキ側に使うスポークのネジのところに印をつけちゃいます。それからニップルでした。28本で 33.7g、 いつもはイタリアン組っていう組み方で組んでますが、これはディスクブレーキハブなので、交差を逆にさせる逆イタリアン組という組み方で組もうと思います。エルボーアウトのスポークがこういう向きで、ヘッドアウトのスポークがこういう向きになる組み方です。結構硬かったんですけど、いつものこのドライブサイド、ノンドライブサイドの4本ペアができたので、これでまあ位相の確認は問題なかったので、あとはこのペアを、これは28ホールのリムなんで、7回繰り返して28ホールの、ホイールとして組み上げます。スポークとフランジの相性なのか、エルボーのところが硬くて、今まで組んでたホイールみたいにすんなりとスポークが通らず結構大変でした。なんか順番が違ってると組めなさそうな気もするので、気をつけながら、ニップル通していきたいと思います。すんなりとはいきませんでしたが、一応すべてのスポークを通しました。逆イタリアンの28ホールのレーシングです。スポークテンション上げてみようと思います。その前に忘れてました、重量測定してみます。フレトリ台が
ガレージに置いてあったので、ガレージまで行ってフレを取ってきました。こんな感じですね。で、なんでこのリムを選んだかというと、今回これはクリンチャータイヤをはめるのではなく、スタンズのノーチューブスリムテープと、これこのユニバーサルバルブとシーラントを使って、チューブレスレディとして使ってみようと思います。まあ、うまくいかなかったときはチューブ入れて普通のクリンチャータイヤとして、使いますが、とりあえずはチューブレスレディに挑戦してみたいと思います。